2050年 GHG ネットゼロ、この言葉を皆さん聞いたことはありますでしょうか。どうも、アイです。今回は日本海運が挑戦している GHG、 これはグリーンハウスガスの略で温室効果ガスのことなんですけども、これを2050年までにネットゼロ、つまり正味ゼロにしていこうというチャレンジについて紹介していきます。海運っていうのはですね、海上輸送だったりとか船を使って貨物とか人をね運んでいくことを指すんですけれども、いろいろな企業さんが船の研究開発を実は進めているんですね。今回この動画を撮るにあたって専門家の方と話をさせてもらったんですね。で、恥ずかしながらですね、私知らないことだらけで、うわこんなことなってんだ船ってびっくりしたんですよ。でしかもこの動画作りますってなったら、いくつかの企業さんが、あ、じゃあうちの船の映像ぜひ使ってくださいって、その方が視聴者の方にね分かりやすいと思いますからっておっしゃっていただいたので、今回この動画の中でそちらの映像も使わせてもらっています。なので、まあ、私と同じようなリアクションになる方も多いかと思うんですが、ぜひ、あ、こういうチャレンジしてるんだ、船って今こういうことになってるんだっていうのを知っていただければ幸いです。でも船ってそんな使われてんの？そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、少しだけ船の輸送について触れていきましょう。皆さんは貨物とか荷物をこう運ぶ輸送機関って何を思い浮かべますか？例えばトラックとか、まあ、飛行機とか、あとはまあ船とかね、思い浮かべる方いると思うんですけども、これらを貨物1トン1マイル、つまり同じ重さの貨物を同じ距離で比べた時に CO2 の排出量が少ないのって実は船なんですよね。その上、日本における船が占める輸送の比率ってすごい高いんですよ。じゃあ皆さんが今想像している以上に高いです。それがドン 99.5%、 これだけの比率を船が占めてるんです。そこで海運に携わる方がどう考えたかっていうと、すでに船の CO2 排出量は少ないんです。少ないんですけど 100% 近い 99.5% も使われてる、たくさん使われてるからこそ、船1隻あたりの CO2 排出量を減らすことができれば使われているので、全体の CO2 の削減量は多くなりますよね。それだけ環境対策ができる。なのでいろんな企業さんが研究開発を進めて CO2 排出量を減らしていこうと今挑戦しているわけです。それでは前置きが長くなりましたが、今回3種類の船を紹介させてもらえることになりましたので、映像を見ながら早速見ていきましょう。こちらは日本郵船さんの自動車専用船プルメリアリーダーです。船の主な燃料は重油なんですが、こちらは LNG を燃料として動いている船なんです。燃料を LNG に変えただけでも排出量すでに下がっているんですが、実はこれ完成形じゃないらしくて、何かっていうと、もっと研究開発進めていって、アンモニア燃料だったりとか水素燃料、これらはもっと下がるんです排出量が。これらを使ったものに改造できるようにそもそも設計されてるらしいんですよね。すごいですよね。次にご覧いただくのが商船三井石炭輸送船の松風丸です。私これ初めて見た時すっごい衝撃でした。早速見てもらいましょう。こちらは繊維強化プラスチックを使った帆を立ててですね、風力を船を進める力の一部とすることで温室効果ガスを減らすというものなんです。実はこの素材、みんなのお家のお風呂とかに使われてたりします。とにかく頑丈でしっかりしてるんですけども軽いんです。なので帆を取り付けてこう回転させたりとか、まあ、伸縮させたりするのも簡単ですし、貨物とか船の安定性の影響も少ないんです。
この風力を使うことで燃料の消費量を減らして温室効果ガスを減らすという研究が進められています。そして最後はですね、同じ風力を使っているんですが帆じゃないんですね。違うものを使ったものを早速見てもらいましょう。このプロジェクトは航空大手エアバスから分社したエアシーズ社と2017年より共同で進めてきたもので、航空分野で培った技術を生かして開発したシステムを通じて風力を船舶の推進に活用するものです。操作機器は本船ブリッジからボタン一つで操作が可能で、精緻なフライトコントロール技術は風力活用を最大化、また最適航路支援システムとの組み合わせなどにより環境に優しくかつ経済的な運航を可能とします。1000平方メートルの大型カイトは力強く空中に上昇し、最新技術により 100% 自動で空中に飛行します。風力による船舶の牽引によって CO2 の排出を約 20% 削減し、 LNG 燃料船との組み合わせでは LNG 燃料による25から 30% の CO2 削減効果に、シーウィングによる 20% 以上の CO2 削減を加えることで約 45から 50% の CO2 削減が可能となります。自然と調和し環境負荷低減を実現するシーウィングの今後にご期待ください。こちらはカイトを使ったものでした。これもなかなか衝撃的ですよね。こちらのカイトは簡単なスイッチだけで開閉だったりとか格納ができるそうで、その日の風力とか風向に応じて使っていこうと、その実用化に向けて研究開発が進められています。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。皆さん、初めましての出会いありましたか？私はいっぱいあったんですけれども、ただ日々、ね、生活していく中でなかなか船がね、身近に感じられない方もいるかもしれません。実際私もそうでした。ただ 99.5% の輸送をね、やってくれている船、そして日本海運がこういった思いでこういうチャレンジをしていること、もっと言うとね、船がこんな研究開発が進められているんだっていうことが皆さんの中で少しでも覚えておいてもらえると、この動画を撮った回もあったなと思いますので、ぜひちょっとでいいんで覚えていてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。